ブーン、ブーン。こんにちは、ミントです。現在の F1 界において何かと話題の尽きないチームの一つがフルワークスのルノーです。特にチーム代表を務めるシリル・アビテブールさんの発言はいろんな意味で私たちを楽しませてくれます。しかしなかなか彼の言うような結果に結びつかないことも多く、コロナウイルスの影響で世界の自動車メーカーが苦境に立たされる中、 F1 からの撤退の噂も絶えず出続けてきました。しかし来年からはチーム名をアルピーヌに変えることが決まり、さらに2度のワールドチャンピオンのアロンソを獲得したことで今後が期待されるチームになりつつあります。今回はそんなルノーの近況を追ってみたいと思います。ルノーは昨年の全21戦中で2台ともノーポイントで終えたレースは8レースありました。パワーユニットのトラブルや明らかなシャシーの戦闘力不足により完走してもポイントを獲得できないレースも少なくなかったのです。しかし今年は第9戦を終えた時点で2台ともノーポイントで終えたレースはわずかに1つしかありません。しかも2016年からのワークス体制では一度も表彰台はなかったものの、今年はすでにリカルドが表彰台目前の4位入賞を3度も果たしています。そのリカルドは昨年の不振に嫌気がさしたのか、今シーズンの開幕前にすでに来シーズンからのマクラーレンへの移籍を発表してしまいました。その状況下で開幕した今シーズンはリカルドとチーム側の関係がうまくいくのか疑問視されていましたが、蓋を開けてみればお互いプロとして非常に良い関係を築き、成績に結びつけてますよね。今シーズンのルノーのマシン RS20 は多くのダウンフォースが求められるスペイングランプリで大苦戦しており、ダウンフォースの少ないベルギーグランプリ、そして F1 屈指の高速サーキットのモンツァでのイタリアグランプリでは予選から絶好調でしたよね。ベルギーグランプリの予選ではリカルドが4位、オコンが6位に入り、スピードトラップではオコンが全体ベストの1位、リカルドが3位を記録し、モンツァの予選でのスピードトラップはオコンが2位でリカルドが7位と非常に速いストレートスピードを記録しています。このようにルノーはダウンフォースの少ない高速サーキットを得意としていましたが、先日行われたトスカーナグランプリでもその予想に反して好調だったのです。スピードトラップではリカルドが全体で3位に入っており、ここでもストレートの速さを見せつけたのです。これについてルノーのスポーティングディレクターのアラン・パルメーンはこう語っています。我々が直線スピードでレッドブルやメルセデスを倒すにはまだ速さが足りない。しかし我々は最後の12周でレーシングポイントのペレスに 5.2 秒もの差をつけた。そしてマクラーレンやフェラーリとも戦い、彼らを打ち負かしたことが重要なんだ。そして惜しくも表彰台は逃したものの、見事に決勝で4位になったリカルドもこう語っています。ムジェロでは高いダウンフォースが必要だし、僕らの得意なコースではないと思っていた。しかしこのような結果を得られたことが今後の励みになると思う。中段グループは大接戦だけど、僕らのレースペースはしっかりしているし、予選を好位置で終えることができれば戦うことができるんだ。今年はフェラーリが最悪な状況に陥り、メルセデスを脅かす存在が現状レッドブル、ホンダのマックスだけとも言われています。このため今回ルノーをはじめとしたその他のチームの底上げが必要ですよね。特にルノーはフルワークスの数少ないチームの一つなので、今年は何としても全てのプライベーターチームには勝ってほしいですね。黄色と黒のカラーリングは今年で見納めになりそうですが、今シーズンの残りのレースでの飛躍に期待したいですね。それでは次回のオクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。